はい、おはようございます。今ちょっと朝早いんですけれども、今日は友人にこれに誘われました。革命です。革命じゃないよね、これちょっと危ないよね。これです。わかるでしょうか。自転車のですね、こうフリーパワーというこのペダル部分のこのギアですよね。ギアが、アシスト自転車ほどではないにしても、動力なしに漕ぎやすく、なるという、サイクルオリンピック、オリンピックっていうスーパー系の、ところがやっている自転車屋さんですね、が、発明したやつ。これ前からですね、ぜひ一度体験したいという話をしていたら、今日連れて行ってくれることになりました。もう人に頼ってばっかですが、車で連れて行ってもらわないといけない立地状況条件なもんですからですね、今日朝行ってきます。そしてその後お昼から生放送する感じです。さあ、ポンちゃん、ちょっと午前中行ってくるね。そしてジャン君、行ってくるね。その前にご飯食べるね。なんて言ってますか。いいじゃんくん、ポンちゃん、これから行ってくるね。はい、もう結構暑いので冷房に切り替えましたよ。いない間快適だと思うのでお留守番お願いします。よろしくね。平塚到着です。あ、来た。最初に、ガイアの夜明けみたいなのでやった頃あるじゃないですか、はいはい、あれでも絶対欲しいと思って、お店に当時ね、東京に住んでいて行ったんですけど、はい、もう全然今ないと。そうですね、ちょうど半年からちょっと1年ぐらい前ですよね。で、引っ越しをしてきて、坂のきついところに今住んでいるので。あ、そうですか。とは思うんですが、その前にね、アシスト自転車買っちゃったんですよ。もうさすがにもう無理なので、でそれと僕は今ギア付きの、自転車と2人で行動してるんですけど、もしもこれになったら、そのギア付きのやつはだいぶ楽になるのかなと。ギアっていうのは申し訳ないですけど、前と後ろ両方ともあるやつですか。後ろだけ。後ろだけ、はい。あの自転車の種類全部が全部 100% 使えるわけじゃなくて、あのメーカーによってやはりこのこれだけど、このクランクの長さってありますよね、はいはいはい、この長さも違うし、この長ってこのギザギザのギアの数、それがやっぱ違ってくるんです、ね、それに合わなければダメ。そう、それだとですね、幾分かの単純に見て分かるように、普通のよりも幅がありますよね。普通はぺったんこで状態できる、この分どうしても場所取られるんですよ、そうすると単純な話で、メーカーってリアフォークっていうのはここにありますよね、それとここの内側のここが回転するときに擦れることなんですよ。ってことはメーカーによってこのデザインっていうのは自分たちのメーカーで都合のいいようにも設定されてるんですよ。なるほど。例えばこういう、まあ、鉄みたいなやつとこのこれ、ここが細いですね、これアルミとかって言うと太くなってるんですよ。太くなってくると細い可能性があるということで、あと多段
例えば、たたんと、まあ、先ほど説明したこと言うと、前はパスとかミスとかってあれさ、また、できないんです。あと、後ろも、あまり数がありすぎて言うと、足りない。後ろ前って、そうか、段差があるかどうかで言うわけかな。そう、だから、ここがシングルはシングル。シングルであれば同じです。あ、それはよく気がついてないな。結局、ギア変速が左側についてるかどうか。いつも右側にしかないんだったら、右ですね、だったら左に何もついてないんだったら、うん、普通 の, あの、まあ、前がシングル、うん、あ、そういうことですか。はいはいはい、と前と後ろ、あの右手が両方ともギア変速機がついてますよ。なるほど。はいはい、それで、乗っていただきます。今こちらで、標準装備してるやつなんで、はい、今日見るとですね、シルのソフトがちょっと今なくて、うん、まあ、あの現状で今見てもらったこの水色、はいはいはい、これとあハード、この硬い方と何が違います？はい、パワーがこっちは踏み込んだ時に、うん、こっちは結構吸収してあ柔らかく、電動と全く違うのは、電動は基本的にこの踏み込んだところにトルクセンサーを感知して、うん、人間の足が1に対して場合の2の力を貸してくれて引っ張ってくる、アシストしてくれる、うん、でこれっていうのはもともと全てが人の足で潰れてしまう、うん、ですからそれをこのシリコンをいかに潰せるかどうか、これはじゃあ自分の漕ぎ方に合ってる合ってないってことですね。だから、はいはいはい、来てもらってすぐくださいって方がいるんですけども、基本的に試乗してもらうと、どっちがいいのかを、はい、もしよろしければ、奥様と57のママチャリの方がよろしいですか。はいはい、もしあったら、あ、いつも動いたら、僕の、まあ、ママチャリ系ですね。こちらがママチャリ系なんで、はい、これ、奥様乗れるのかな。いや、うちの妻のは電動だから、あ、でも、試しは乗ってみたいか。私、うん、私はいいですね。そう、ちょっとね、お兄さんは乗ってみたいよね。じゃあ、私ね、あの、先ほどちっちゃくないと乗れないので、24インチ乗ってる。これがね、今一応ミニパワーのツイスティングやつの、これはボーディングバイク。あー、かっこいいじゃん。それはこれで取り付け、あの、取り付けるだけで、まあ、チップしかないんですけどね。はいはいはい、はい、このピッチが、あの、あるので、合う合わないのやっぱメーカーと違う。もしよろしければこれもお試しできますので。はい、じゃあちょっと、まず最初、一人ずつ乗らせてもらおう。市場の自転車には乗っています。あ、じゃあ出ます。はい、ちょっとお子たちも来るから少し待てよ。今ちょっとだけ漕いだ感じとしては、画期的にすげーっていう声は出ませんが、楽は楽なのかなっていうところですね。そうですね、自転車の柔らかい方も乗ってみますか。なんとなく良さそうだということが分かってきた。
ゴムみたいな感じでグニョグニョって感じですかね。最初だけちょっと力入れるだけで、はい、走り始める。これまっすぐです。そこが唯一の坂ですね。平塚という土地柄、坂がほとんどないんだそうです。でここは、なんていうの、立体交差になっているので、厳しい坂ここだけだということなので、ここで試しています。行ってきます。こっちは多分最初は楽で、はいはい、こっちはあの効果的にパワー、ね、はい、ペダルがグニャグニャ動きます。初動の力はこっちのは必要なんでしょうけど、
革命戻ってきました。ありがとうございました。すっごい違いは感じないんですけど、こぎ出しでちょっと踏むだけで前にぐんぐん進んでいく感じね、あの反発ですね、っていうことですね。だからあの踏む人によってかなり、あの差が激しい。はいはいはい、そのだから、だから女性だとちょっと辛いかなって方もいらっしゃる。硬い方がなんとなく乗ってて、効果が上がってる感じがしたんですけど、ということは脚力がそれなりにあったってことですか。その曲が平坦だ。あ、そういうことです。重力によって登っていくところと、うん、あの平坦のところでやっぱり、何かというと、プロは出るんですよ、やっぱり、ただね、返品も多いです。あんまり変わんないよって。いや、逆です。もう重たくすぎちゃってダメだ。へぇ、あの、鎌倉かなんかの人もやっぱ鎌倉の人山多いんですよ、その人買ってって、あの、シートの硬いの自分だって買ったんだけど、やっぱここ平坦だとやっぱり自分ちの近くに行っちゃうとかなり違う。あ、そう。環境はかなり違う。坂が多いと柔らかい方が良さそうだっていう感じですか。そうです。だからそれがきつくなってくると、このシリコン自体が潰せられない。グイッてくれば、次のアクションは取れるんだけど、グイッて来ないと、あ、もうってなってくると、やはりちょっと辛い。やっぱ基本的に自分が普段乗ってるやつにつけないと分かんないですね。そうですね。もし、これがなんか下ごろちょっと珍しい。普通ね、ワンちゃんも結構やっちゃう。オリンピック2階にあるペットショップに来ました。チビ、ちょっとやっぱ似た感じはするけど、こう、こっちに柔らかいので、これだと、ここちょっと高いやつだもんね、あれならね。なんだ、お出迎えなしかい。ただいま。ポンちゃん、ただいま。あ、これが。そして、ジュン君、いつもお迎えに出るのに、今日は寝てた。エアコンが気持ちいいか。平塚の、帰り際にですね、有名になっているというカレーパンを、購入してきました。これから食べますね。そして今日の結果発表は後ほど。結果発表革命、このペダルというかギアというかですね、これに関して、乗ってきました。そうね、乗っておすげーっていう感じは特にないんですけれども、おそらくついてないものとついてるのを比較するとだいぶ違うんだと思うんですね。ただ、試乗できるのはついてるやつのみですので、そうね、踏み始めから、ちょっとだけ力を入れればこう惰性で、どんどん焦げていくという感じにはなりました。これを自分の自転車につけた場合っていうのは想像するしかないですね。さらに言うと、いわゆるサイクルオリンピックさんで
それが装着されているものを買う場合は大丈夫だし、サイクロオリンピックで売っている、車体にはつくという話だと思うんですが、よそで買っている、うちは他社で買った自転車に乗っているんですが、それをつける場合は、つけて、調べてみないとわからないと、つかない場合があるというのがまず一つ、それから、持ち込んでそこでつけてもらう必要があると、どこか他のところではできませんよというところですね。うん、もろもろ考えると平塚まで自転車でリアルに考えるとね、うちの場合、車で運べないので自転車で平塚に行ってつけてもらって乗って帰る、またはそこからは配送してもらうみたいな形になるんですが、すぐには難しそうですね。ただ頭の中に、あったこの、革命的アイデアですね、これがリアルに感じ取れるようになりましたので、ある時、じゃあやっぱりってなるかもしれません。さあ楽しくなってきました。アイジャン君、カレーのとこにまで行ったのか。うん、結構野菜がいっぱい入ってて美味しいよ。